のの王妃メアアリリーー世の聖母スペインン名はカタリーナデアラゴンしばしば、カタリナとも表記される。ヘンリー・パッセイとの間に男児が誕生しなかったことから、離婚問題が正規し、イングランド国境会創設のきっかけとなった。現代英語の表記は、頭文字が C になることが多いが、当時は、K と表記された。ただし、キャサリン、キャサリン。 キャットリナと研究者によって表記が異なる。また、アントニア・フレーザーは、ヘンリー・パスセイの他の王妃との区別のため、意図的に、C を採用している。カタリナ王女スペインを統合、共同統治して、カトリック両王と呼ばれたラゴン王フェルナンド2世と、カスティーリャ女王イザベル1世との間のバッシュとして、アルカラデーナ・ナーレスで生まれた。 イングランドからカスティーリアに貸し、大井三奪をめぐる構争集結の象徴となった、ヒーババキャサリン・オブランカスターにちなんで命名された。自主は、後のスペインジョーフアラであり、その息子で、共同統治者であるカルロス一世は、カタリナの老いにあたる。当時のイングランドは、1485年に、 バラ戦争が終結して間もなく、ランカスター家の血を引くヘンリー・チューダーとヨーク家のエリザベス王女の結婚により、両家の和合が図られ、混乱も収集されたばかりであった。エリザベスのおばで、ブルゴーニュ皇妃のマーガレットは一時、イングランド王位戦勝者で反乱を起こす、パーキン・ウーベックを公認しており、ヘンリー7世は、国内の混乱を抑えるため、 マーガレット及びその子であるハプスブルク家のマクシミリアンに接近する必要があった。マクシミリアンは自身の子であるマルグリットをアストリアスコ・フアン王子にフィリップをフアナ王女にそれぞれスペイン王家と縁組みさせていた。1497年にフアン王大使が翌1498年にカタリナの長子イサベルが そして1500年にイサベルのイージ・ミゲルがそれぞれ死去し、ジュシ・フアナが多い継承者となったため、スペインのハプスブルク家による継承が決定的になった。しかも当時のスペインはカトリック領王によってレコンキスタが完成され、新大陸の発見に湧くなど、ヨーロッパ国際社会において勢いを増していた。スペイン側も、 カタリナの父フェルナンド2世は東方への進出のため、フランスを包囲すべく、ハプスブルク家やイングランドとの縁組みを希望していた。このような情勢下で、カタリナとヘンリー7世の長男アーサーとの縁組みが、キットされた。ドニオクのヘンリー7世は巨額の持参金を要求し、スペインのイングランド駐在大使でプエブラが1489年3月12日に、交渉をまとめた。 しかし、ハプスブルク家と、フランス王家によるブルターニュ女攻アンヌをめぐる抗争の中で、1492年にヘンリー7世、フェルナンド2世の双方ともにフランスと条約を結び、カタリナの婚約は一度破断になった。第一次イタリア戦争において、フェルナンド2世はイングランドに前もって根回しし、1495年の新生同盟にも介入をさせなかった。 このことからヘンリー七世はイングランドがヨーロッパ情勢のキャスティングボートを握っていることに気づき、再びイングランドとスペインの思惑が一致したことから演談が再燃する。1497年に新たな条約が結ばれ、最終的に20万クラウンの分割払いで決着した。スペイン王家はランカスター家、ヨーク家の外それぞれ隕石関係にあったことから、 アーサー、ヘンリー兄弟にとってキャサリンは、父方でも母方でも登園に当たった。そのため時の教皇ユリウス二世は、教会放棄により、1498年に、特免状を与えて許可している。アーサー王大使は1499年と1500年に、代理結婚式を挙げ、カタリナとも文通をしていた。特に1500年に、アーサーが、 代理結婚式の後に送った手紙には、父ヘンリー7世の意向が反映されているものの、深い愛情が綴られ、カタリナはまだミヌオットに対して、親しみを感じるようになった。アーサー王太子との結婚、死別14歳のキャサリンは、1501年5月21日に、グラナダを出発し、スペイン内陸での巡礼を経て、10月2日に、プリマスに到着した。 そしてイングランド各地で法芸を受けながら11月4日にリッチモンド宮殿でヘンリー7世を呼びアーサー王大使と対面した11月12日にロンドンに入場したヘンリー7世は二人の将来における王位継承の正当性を印象づけるために様々な配慮をしたその一つが様々な見せ物でアーサー王伝説や 聖カタリナにちなんで二人を称える演目が披露された。一連の行事の中で、キャサリンの案内役は12歳の第二王子、ヘンリー王子であり、また、バッキンガム公エドワードはキャサリンに強い印象を残して友情で結ばれる。この時、キャサリンが着用したドレスのファージンゲールは、たちまち、イングランド宮廷に流行し各国に広がった。11月14日に、 セントポール大聖堂でアーサー王大使と過食の点を挙げた。プリンス・オブ・エールズが日を迎えるのは、エドワード・クロ大使の非常温オブ・検討以来、史上2番目の出来事とされた。婚礼の食事、舞踏会が終わり、アーサーとキャサリンは寝室へ向かう。この時、二人が肉体関係を持ったか否かについては、この時点では重要視されなかった。 12月にアーサーの西洋に伴ってラドロー城へ赴く。しかし、当地の気候に慣れたはずのアーサーも流行の官房にかかり、1502年4月2日に急生した。再婚問題と不安定な立場二人の結婚に先立ち、ヘンリー七世の三男エドマンド王子も溶接している。したがって、チューダー家の後継者の男子は、次男、ヘンリーの身となり、 ヘンリー7世は王朝の安泰とスペインを呼び、ハプスブルク家との関係をこの次男に託すこととなった。第二次イタリア戦争において、イングランドの援軍を期待していたキャサリンの両親もアーサーの政去に動揺する。そしてイングランド側に対し、持参金の返還と結婚に伴って得た資産の引き渡しを求める一方、ヘンリー王子との援組を進めるよう働きかけた。 夫を失い、また両親からの直接の慰めの手紙もなく、失意のキャサリンは、ロンドンのダラム市教官で、孤立しながらも、静かに暮らすこととなった。唯一の慰めは、アーサーのテーたちの訪問だった。当時、若い未亡人は持参金と共に帰国するのが、常識だったが、ヘンリー七世側も、巨額の持参金の返却を惜しんだ下心から、 ヘンリー王子との婚約を持ちかけた。キャサリンがヘンリー王子と再婚するにあたり、アーサーと肉体関係があったか否かが重要となった。これは兄弟の妻と肉体関係を持つことを禁じた旧約聖書、レビキ18章16節や20章21節に抵触するためである。デプエブラはこの事実の確認にあたり、親友家に祝福を与えた。 ジェラルディニ神父は関係はあったとしたが、助官長マヌエル夫人は関係はなかったとし、ヘンリー王子との再婚を望むイサベル女王は後者を信頼した。背景には、ダラム主教官における権力闘争があったが、デップエブラは失脚し、ジェラルディニは帰国する事態になった。キャサリンは、ジェラルディニを失ったことを悲しみ、 同胞スペイン人にも警戒しなければならないことを認識した。マヌエル夫人のことを逆手にとったヘンリー7世は家父財産も生活費も渡す必要はないとし、さらにスペイン側もイタリア戦争の軍事費から金銭援助を行わず、キャサリンは経済的に困窮する中でマヌエル夫人と信仰に依存せざるを得なくなる。ヘンリー7世にとってこの縁組は 本ではなく、再婚問題を先延ばししつつ、翌1503年に、エリーザベス王妃が、三熟死すると、キャサリンを、自身の誤妻に要求した。さすがに高顔無知なこの申し出に、スペイン側が降下し、イサベル女王は激怒する手紙を、デプエブラへ送っている。第二次イタリア戦争で優勢なスペインに対し、ヘンリー七世は、この要求を直ちに取り下げる。 一方、正式にヘンリー王子との婚約が決定された。こうして、1503年6月23日、ヘンリー王子との婚約が、イングランド・スペイン双方の合意で成立した。婚約式において、アーサーとの結婚は成立していないことを根拠に、強行に。 結婚の許可を申請することが決定され、また婚礼はヘンリーが15歳に達し、残りの持参金が支払われた時点で行われることとなった。キャサリンはやがて病気がちになり、婚約者ヘンリー王子の訪問を心待ちにするようになった。一方のヘンリー王子も、兄嫁への同型は愛情に変わっていった。第二次イタリア戦争での勝利を理由に、スペイン側は、 教皇からの許可に圧力をかけるが、許可は降りないまま一年余りが経過する。式の近づいたイサベル女王は、ローマ教皇ユリウス二世からの特命女王非公開の条件で取り寄せ、そして教皇の意に反して公開して、娘に王妃の地位を確保し、1504年11月26日に崩御した。 この頃、スペイン国内情勢も、イサベル女王の崩御から、カスティーリア王位を継承した、フェリペ一世とフアナ夫妻に対し、フアナとキャサリンの父である、アラゴンオ・フェルナンド二世が対立し、混乱が起きていた。マヌエル夫人は、フェリペ一世とヘンリー七世の対面の機会を作る、ため、キャサリンの姉フアナへの死亡を利用しようとしたが、キャサリンはこの事件を契機に、マヌエル夫人を解雇した。 その後、1506年9月26日に、フェリペ1世が急死するとフアナが発表したため、フェルナンド2世はスペインにおける実権を取り戻し、1507年7月に、キャサリンを中イングランド大使に任命するとともに、初めて金銭的援助を行った。不ーヘンリー7世は持参金の残額が未払いだった、ことと、レビキのタブーから、結婚を許可しなかった。 大使になったキャサリンは、今や苦境にあるスペインの立場を自覚する。しかし、公認のチューイングランド大使、五滅で不縁サリダはヘンリー7世の不況を買い、また、キャサリンの次女たちの不遇を煽って対立させる。ヘンリー王子との結婚を諦めることはないキャサリンに、スペイン人の従者たちは反抗心を示し、イングランド人からも疎遠にされていった。 ヘンリー・パッセイとキャサリンの体冠式王妃キャサリン、王妃として1509年4月21日、ヘンリー七世が崩御した。王位を継承した18歳の若き国王ヘンリー・パッセイは、キャサリンとの結婚しか念頭になく、数密院での議論を無視し、不王のもが明けぬ6月11日に、立ち会い人一人だけの結婚式を強引に挙げる。こうしてキャサリンは、イングランド王妃となり、 6月30日に戴冠式が執り行われた。ヨーロッパ政治の中心は新生ローマ帝国とフランス王国であり、ヘンリーはハプスブルク家側について国際社会における地方固めをする意義があった。アーサーとの死別以来8年近く苦境にあったキャサリンにとって結婚と戴冠は幸福の絶頂であり、7月に 結婚の喜びと感謝の気持ちを父フェルナンド二世に書き送った。ヘンリー・パッセイは発行の女性を救用妃にしたことで、騎士道物語の英雄になったかのような誇らしい気持ちであり、一方キャサリンに母性をも求めた。キャサリンはヘンリー・パッセイに対し、制作面でも強い影響力を持った。このように、夫婦仲は非常に円満であった。 しかし結婚生活の中、キャサリンは度重なる流産と死産に見舞われることとなる。その最初の妊娠は、新婚の1509年だった。しかし、レビキを口実とした反スペイン派の攻撃を受けぬよう、解任は極秘に伏せられたまま、翌1510年1月に女児を死産する。反キャサリン派の筆頭は、トマス・ハワードだった。 そして1511年1月5日に、男児ヘンリー王子を出産した。イングランドとスペインの血を引く王子の誕生は、カンブレー同盟戦争における、両国関係を強固にするものだった。ヘンリー・パッセイの喜びは大きく、ウォルシンガムに巡礼し神に感謝を捧げた。しかし、盛大な祝賀行事が続く中の2月22日、 ヘンリー王子はわずか生後52日で亡くなっている。王子を失った頃から、ヘンリー・パッセイは、公職差をあらわにしていく。愛称として、バッキンガム公、エドワードの妹アンや、エリザベス・ハワードの名が残る。1513年6月、ヘンリー・パッセイは自ら、フランスに遠征し、キャサリンは摂政を命じられる。8月21日、 突然進行してきたスコットランド軍に対し、サリー・イハクトマス・ハワードに反撃を命じ、フロドゥンの戦いで大勝し、スコットランド王・ジェームズ4世を戦死させた。これは、フランス王・ルイ12世による、陽動作戦だったが失敗に終わり、同時期に、ヘンリー・パッセイもトゥルネーで勝利する。キャサリンは、スコットランドの王,王・ジェームズ5世の摂政に、 ヘンリー・パッセイの姉マーガレット王大,大号を立て、スコットランドを弱体化させた。キャサリンの一連の働きは、国民の称賛を受けた。しかし、この間に、再びー座にし、また10月に帰国したヘンリー・パッセイは海外における、自身の活躍よりも、王妃が称賛されていることを誇らしく思うとともに、嫉妬した。スペインとイングランドはフランスを攻撃する、計画だったが、 新教皇レオ10世は戦争収拾を望み、マクシミリアン1世とフェルナンド2世、そしてルイ12世は1514年に、パリで、ルネ王女とフェルナンド王子の結婚を決めて、旧同盟を破棄し、イングランドと対立する。キャサリンは、父の裏切りを目の当たりにして、祖国スペインと決別する。同年、再び男児を死産した。この頃、ヘンリーは、 トマス・ウルジーを徴用し、新たな愛人エリザベス・ブラントも持ち、宮廷に、キャサリンの居場所はなくなりつつあった。1516年、ようやく健康な女児メアリー王女を出産する。ヘンリー・パッセイはメアリーを溺愛し、またキャサリンはすぐに君主としての教育を意識した。キャサリンは、ヘンリーや、宮中の行事から距離を置く一方を、事前活動を熱心に行うようになり、 後の旧品法の布石となった。また、トマス・モアのユートピアにも関心を寄せて彼を宮廷に招いたり、ファン・ルイス・ビベスにも傾倒し、この後1522年にイングランドへ招き、メアリー王女の教師とした。1517年5月1日に、ロンドンの暴動、魔の命令事件が発生する。この時期は、遅いイングランドの春を謳歌する。 祭りの期間であったが、貧富の差の拡大や流入する外国人の増加などで国内治安が悪化し、4月あたりから外国人に対する襲撃事件が相次いでいた。そして5月1日の命令祭当日の朝に暴動が発生、外国人地区を焼き打ちし牢獄を襲って捕らえられていた同胞たちを解放した。大法官だったトーマス・モアは説得を試みたが、 投石を浴びて逃げ帰った。その後、軍勢を率いたノーフォーク港によって鎮圧に成功した。300人にも上った逮捕者の中から13人が翌日に極刑に処せられた5月7日に残りのの罪人の処刑が行われる予定であった。長身ウルジーの願いでも虚しく、ヘンリー・パッセイは恩赦を拒否する。しかし、ロンドンに滞在中のスペイン人が多数。 殺害されたにもかかわらず、キャサリンは、国王の姉で、スコットランド大号のマーガレットと妹で、サフォーク公妃のメアリーを伴って、ヘンリー・パッセイを説得し、恩赦が降りた。ロンドン市民は、王妃に深く感謝した。1518年に、イングランドとフランスの同盟が成立し、メアリーと、フランス王大使フランソワが婚約する。しかし、キャサリンは、 オイシャルルとの縁組みを希望していた。同年、ジョジを出産するが数時間で成去したため、ヘンリー・パッセイはキャサリンを見舞うこともなく、王妃との間に男子が望めないという現実に直面する。ジョアンナ・デニー、アン・ブリンによれば、キャサリンは非常に経験なため、妊娠中もしばしば断食をし、それが死産などにつながった可能性があるという。そのため、当時のローマ法王は、 キャサリンの先父アーサー王子宛てに、キャサリンは断食しなくてもよいという特写状を送った。キャサリンは学問の奨励に熱心になり、スペイ未来の女官イネスの夫ウィリアム・マウント・ジョイの紹介で、デジデリウス・エラスムスや、トマス・モアと交流を持ち、エラスムスは、ヘンリー・パスセより、キャサリンの教養が深いことを看破し、王妃の支援に感謝した。キャサリンが支援した人物には、 人文学者のリチャード・ペースや、フアン・ルイス・ビベス、医師のトマス・リネカーが名を残す。教育改革と、女子教育に熱意を向け、オックスフォード大学とケンブリッジ大学を支援すると、共に、メアリー王女のために、貴族の女子を宮廷に集めて、教育を受けさせた。1519年、新生ローマ皇帝マクシミリアン一世が崩御し、 フランス王フランソは一世との選挙戦の末、オイカールが、スペイン王と神聖ローマ皇帝位を兼ねることとなった。一方、同年6月に、愛人エリザベス・ブラントが生んだ男児は、ヘンリー・フィッツロイと名付けられ、キャサリンは動揺するがエリザベスに、傲慢さはなく、やがて国王の元を去る。国際情勢の変化1520年6月、禁乱の人皇帝選挙に敗北した。 フランソワ一世は1518年の同盟によって予定される会見を開こうとするが、キャサリンはヘンリー・パッセイにフランス王に先立って新皇帝カール五世に会うよう勧めた。1520年5月24日に新皇帝とヘンリー・パッセイ、そしてキャサリンは対面する。キャサリンは老いの姿に将来の名君としての資質を見出して感動した。 そして、6月4日からのフランスは一世夫妻との会見は、禁乱の人と呼ばれる華麗なものだった。この時、すでに、ヘンリーパッセイには、新たな愛称メアリー・ブーリンがおり、禁乱の人にも、夫と共に同伴していた。ヘンリーは、後継ぎが欲しいという気持ちが高まり、1520年頃から、 キャサリンとは離婚して別の女性を王妃にして産ませようと考えるようになった。国王自身が戦場に赴くため男子の継承者が重視されていた時代であり、それまでイングランドが女王の下で安泰だったことがなかったためでもある。チューダー朝の歴史はまだ浅く、バラ戦争の参加はまだ記憶に生々しく残っていた時代であり、王家の安定的な継続は ヘンリー達成個人の私欲にとどまらない切実な問題であった。さらに、ヘンリーは、キャサリンの旅重なる流産と死山は亡き兄、アーサーの怨念ではないか、兄の妻と結婚した者は呪われる、という聖書の教え通り、この結婚は呪われている、とすら考えるようになっていた。1521年5月、キャサリンの友人でもあったバッキンガムエドワードが、 大虐罪によって処刑される。有力貴族を簡単に排除できることを知り、この一件を契機に、ヘンリー・パッセイは、利己的で、不安定さが顕著となる。親公典派のバッキンガムの処刑を受け、フランソは一世はネーデルランドへ侵攻し、第三次イタリア戦争が勃発する。ここで漁夫の利を得るため、イングランドは、カール五世と、新たな条約を結び、 メアリー王女とカール五世が婚約することとなり、キャサリンはこの外交的勝利を大いに喜んだ。またこの頃、マルティン・ルターによる宗教改革が行われており、1521年5月、ヘンリー・パ世セイは、七秘跡の用語を表し、10月に、教皇レオ十世から、信仰の用語者の称号を与えられる。この七秘籍とは、洗礼、献身、生体配慮。 国会、周遊、聖職者の除外、婚姻のことを指し、ルターは、洗礼と、生体配慮以外は聖書に根拠がないと、急断していた。1525年2月、パビアの戦いでフランスは、国王フランソワが、捕虜になるほどの大敗を喫するが、資金の尽きたカール五世は、メアリー王女の持参金を目当てに、身柄と持参金の引き渡しを要求する。 イングランド側が断ると、カール5世は、婚約を破棄して、ポルトガル王女イザベルと、すぐさま結婚した。カール5世、すなわち、スペイン王カルロス1世の裏切りに対する国王の、怒りは、キャサリンに向けられた。以後、イングランドはフランスに接近することとなる。百二十五年六月十六日、ヘンリー・パッセイは、諸子ヘンリー・フィッツロイに大使社位と関位を与え、 キャサリンも式典に同席させられた。キャサリンはメアリー王女の正当性を主張した結果、メアリーは王位継承者としてラドロー城に赴任することとなる。コニャック同盟戦争の推移の中で、1526年、フランスのフランソワ一世はヘンリー・パッセイとの協力が必要になり、同盟を結ぶ。離婚の格索こうして、ヘンリー・パッセイは離婚を画策し、 ローマ教皇クレメンス7世の特赦を求め始めた。近い前例として、フランスをシャルル8世やルイ12世が離婚を成立させたのは、当時からわずか数十年前、15世紀末の出来事だった。一方、教皇の権威は下落し、教皇に対する神聖ローマ皇帝の影響力も無視、できなかった。ヘンリー・8世が離婚できるのは次の場合であった。 ローマ教皇ユリウス2世による結婚許可に誤りがあったと認められる場合、レビキに基づき結婚が無効であると認められる場合、戦術の通り、旧約聖書のレビキは兄弟の妻との結婚を禁じているが、一方、新命期25章5節では、兄弟がこうなさずに死亡した場合は、レビキの規定を無視できた。ヘンリーの意向を受けて、長身である大法官、 トマス・ウルジーは、1527年5月17日、以降複数回にわたり、ウェストミンスターの宿舎で、法律家らを招集し、会議を開き、国費裏に国王と王妃の離婚について、協議を進めた。しかし、メアリー王女の待遇や、王女のフランスとの縁組を含む、新仏政策への悪影響の懸念、加えて、ウィリアム・オーラムや、 ジョン・フィッシャーら行為の聖職者の猛反対があり、会議は結論を出せなかった。歴史上、ローマ教皇は、その時々の国際情勢に応じて、レビキに基づく結婚の許可、不許可を使い分けており、ヘンリー・パッセイとキャサリンの離婚が認められる可能性は低かった。同年6月、ヘンリー・パッセイは王妃キャサリンに対し離婚の意思を正式に伝える。 キャサリンは涙ながらに反論し、王妃の座を捨て修道院に入ることもしないと主張した。さらに、これらの離婚の格索と同時期、1527年5月にカール5世はローマに侵攻し教皇を監禁した。教皇補修という横暴によって教皇の権威は失墜する。さらにキャサリンは同年8月に極秘裏にカール5世と連絡を取り、 婚姻の無効を認めぬよう強行に圧力をかけさせた。ここに、ヘンリー・パッセイは、ハプスブルク家との離別を決意する。同年8月、イングランドとフランスは、アミアン協定を結ぶ。裁判へ、国王の前で弾劾を受ける、王妃翌1528年1月、ヘンリー・パッセイとフランソワ1世は、カール5世に対して、宣戦線布告する。戦争が到着する中、 ウルジーは3月23日に教皇クレメンス7世の元に到着し、離婚用人への圧力をかけ、板挟みになった教皇はイングランドでの教会裁判を許可した。9月に教皇特使、ロレンツォ・カンペッジョがロンドンに到着する。しかし、教会法に精通した国王側とユリウス2世の結婚許可の直所を提出した王妃側の対立は深く、 事態は一向に進展しなかった。10月25日、キャサリンはカンペッジョと面会し、アーサー王大使と同金したのは七夜のみで、諸女であったことを告解する。カンペッジョは王妃の修道院入りを進めていたが、すべてを神と教皇に委ねる王妃の姿に感銘を受ける。もはや離婚の意図を隠すことができなくなったヘンリー・パッセイは、11月8日、 ブライトウェル城で議会、主要貴族らを招集し、正式に離婚の意思を表明したが、周囲の反応は冷ややかだった。1529年5月30日、ブラックフライヤーズ協会で協会裁判が改定した。裁判には国王と王妃自身も召喚され、国民は驚くとともに、強行の権威を感じることとなった。 双方の主張は従来通り平行線であり、7月に、ローマ教皇はこの問題をローマに移管することを決定する。7月23日、カンペッジョは10月1日までの宮廷とローマへの移管を宣言する。同時期、フランス軍の敗北により、コニャック同盟戦争は、カール5世の勝利によって終結した。そして、ウルジーは、 国王の離婚問題の解決に連続して失敗したため、ついに罷免された。新たな愛称たちブーリン家の姉妹離婚の格索と、並行して、キャサリンの女官が2名、ウルジーに辞職させられる事件があった。キャサリンが女官に尋ねると、ウルジーは女官たちにスパイを命じ、王妃の動向を逐一報告させようとしており、辞職した女官たちは、 その指示を拒んでいたのだった。やがて、ウルジーが、キャサリンの助官として若い姉妹を出資させた。その姉妹こそは、ヘンリー・パッセイの愛称メアリー・ブーリン、そして、メアリーに続いて、フランスから帰国したアン・ブーリンである。アンも、メアリー同様フランス宮廷に留学していたが、1521年頃、イングランドが、親皇帝政策をとって、 フランスの関係が悪化したことから帰国せざるを得ず、キャサリンにとっては、皮肉なことに、王妃が支持した親皇帝政策が永遠となって、王妃の座を割れることとなった。一方、メアリーは、ヘンリー・パッセイの愛称として二人の諸子を設けていた。姉妹の両親とキャサリンには、因縁がある。姉妹の父、トマス・ハワードは、かつて、ヘンリー・パッセイとキャサリンの結婚に猛反発し、 また母、エリザベス・ハワードはかつて、ヘンリー・パッセイの愛称だった。しかし、キャサリンは洗練されたフランス宮廷で育ったアンが、イングランドに馴染めずにいることを気にかけ、側近として交遇した。1523年頃、アンは、ヘンリー・パッセイと、ウルジーによって、ヘンリー・パーシー教との恋愛を引き裂かれた。キャサリンは、狂乱状態にあるアンを、 医師、マルグリットの統治下にあるネーデルラントのメヘレンに預けるよう配慮した。しかし1525年、イングランドと神聖ローマ皇帝の関係悪化に伴い、アンはイングランドに帰国する。同年夏頃、およそ25歳のアンは、ヘンリー・パッセイの心を捉えてしまう。王妃の座を追われるキャサリンと、公衆の面前で愛を囁く国王とアンブーリン。 教皇側に離婚を進める動きは全くないまま、1531年夏頃に、キャサリンは、ヘンリーと別居させられる。1531年から、法改正などが行われ、1534年には、イングランド国教会が創設されて、ヘンリーパッセイはその長となり、ローマ教皇庁から独立を果たす。 一連の動きの中で1532年11月14日に国王とアンは極秘結婚し翌1533年4月12日に公表されたこの時アンは妊娠しており生まれてくる子を諸子にしないための措置だったレビキを逆手に取ったヘンリー・パッセイはカンタベリー大司教トマス・クランマーに命じ5月23日に婚姻の無効を宣言させ キャサリンはバックデンに陰性させられる。カール5世はオーストリアの拠点ウィーンをトルコ軍に包囲されて以降オスマン帝国の脅威に直面しておりキャサリンを救う余力はなかった。キャサリンは婚姻の無効を決して認めなかったがヘンリー・パッセイからは王大使アーサーの未亡人としての見ぐされ公式にはプリンセス・ダウェジャーと呼ばれることとなった。また ヘンリー・パッセイとの結婚自体が無効であるため、諸子扱いとなった一人娘メアリーとの面会も、文通も禁じられた。1533年6月1日に、アンの戴冠式が行われ、9月7日にエリザベス王女が誕生し、ヘンリー・パッセイは大いに落胆する。追い打ちをかけるように、翌1534年3月23日、 王位継承法の成立によって、メアリー王女の継承権が剥奪された。しかし、同日、ローマ教皇クレメンス7世は、キャサリンの結婚の正当性を認める判決を下した。キャサリンは5月、さらにキンボルトンに移され、軟禁状態に置かれる。監禁に近い生活であったが、近辺の住民と勤めて接触し、 王妃時代と同様に評判が良く、住民たちは彼女をプリンセスではなくクイーンと呼んだ。戦術の大池商法序文及び同年11月に国王史上法が成立し、この中でイングランド君主の宗教、世俗における最高権が歌われ、イングランドは正式にローマカトリック教会から独立した。また、公職や 教会の役職に就く者たちには、イングランド君主が最高統治者であることを認める、史上保証人の先生の義務が課せられたが、キャサリンは、この制約をわざと、スペイン語で言って制約したように見せかけた。以降、この先生を拒否したトマス・モアや、ジョン・フィッシャーなど、国王に反対する人間が、次々と処刑され、エリザベス一世の時代まで三十年余りにわたって、 宗教に起因した混乱が続くこととなる。国内の混乱を知ったキャサリンは、1535年10月、病を押して、それまで躊躇してきた、ヘンリー・パッセイの波紋を強行とカール・五世に、極秘裏に上訴する。1536年1月7日、キャサリンは、キンボルトン城で崩御する。数日前、ヘンリー・パッセイに宛てた最後の手紙に、 イングランド王妃キャサリンの署名を残した。ヘンリー・パッセイは、彼自身とメアリー王女、王妃の従者たちを気遣った手紙に涙したのもつかの間、この署名を見て、敗北感を味わったとされる。娘メアリーにはスペインから持参した持ち物のうち、わずかに残った毛皮一枚、金の鎖、十字架のペンダントを残した。そして、おいである神聖ローマ皇帝カール五世に対し、 メアリーの非護を求める手紙を残した。葬儀には、メアリーの出席が禁じられ、目立った行事も、現金とされた。しかし、キャサリンを慕う住民たちはそれを無視して進んで、葬列に加わり、行列は500人にも及び、キンボルトンから40キロ北のピーターバラ、修道院まで変わる変わる棺を担いだという。くしくも葬儀の日、アンブーリンは男児を死産し、 ヘンリー・パッセイの長愛を失うことが決定的になると同年5月に処刑される。その後もヘンリー・パッセイは次々と再婚、そして離別と処刑を繰り返し、1547年に放御した。ヘンリー・パッセイの生着の男子で唯一生存したエドワード6世が15歳で放御すると、ジェーン・グレーをめぐる混乱を経て、キャサリン諸世のメアリーが大いについた。 ブラッディ・メアリーと呼ばれた女王メアリー一世である。メアリーが即位すると、キャサリンの名誉は完全に回復され、ヘンリーとの婚姻関係も有効であるとされた。唯一、成人したメアリーも子に恵まれず、キャサリンの系譜は耐えている。ミケル氏等によるマグダラのマリア。キャサリンをモデルにしたと考えられている。ありがとうございます。